ハニューユズルの表情アート、映画館で大爆発。感動が魂に響く3日間。ハニューユズルの魔法が、新たな賞を刻む準備が整った。3月8日から10日にかけて、宮城県の積水ハイムスーパーアリーナで開催されるアイスショー、ハニューユズル・ノットステレイタが、国内と台湾、香港の映画館に生中継されることが発表されました。これはまさに、 アイスショーの新たな表現方法の可能性を広げる刺激的な瞬間となりそうです。初開催された昨年の、波ユ譲る、ノットステレイタが、その感動を再び映画館で味わえるというのは、ファンにとっては待ちに待った瞬間です。今年も同じく3月に開催され、その名も、ノットステレイタ。このプログラムは、タイラマサボリンのエキシビションで羽生さんが滑ったもので、イタリア語で、満点の星を意味します。 しかし、これにはハブさんの故郷である仙台での震災経験が深く絡んでいます。震災後、停電の中で見た美しい星空が、ハブさんにとっては、希望を象徴していたのです。今年のショーも、希望をテーマに据え、観客に笑顔を届けることを目指しています。しかし、これは単なるアイスショーではありません。ハブさんは、アーティストとしての一面を発揮し、アイスダンスと感動を融合させることで、 観客に新たな感動を提供することを意気込んでいます。日程は3日間にわたり、映画館での上映が予定されています。これにより、多くの人がハブさんの魅力に触れる機会が増え、アイススケートの美しさに触発されることでしょう。また、ライブビューイングはアジアのファンにも幸せな瞬間をもたらし、グローバルな視野で羽生譲るの才能が評価されることでしょう。ハブさんのアイスショー、映画館でも満喫。 映像と音楽の調和で送る感動の3日間、3月8日から10日まで、積水ハイムスーパーアリーナで繰り広げられる、羽生譲る、ノットステレイタが映画館に登場します。昨年の感動を再び味わえるとあって、ファンの期待は高まります。しかも、今年は映画館でのライブビューイングが全日程で行われるとのこと。これにより、アイススケートの世界に興味を持つ人々や、遠方に住むファンも、 ハブさんの魅力に触れるチャンスが広がります。ノットステレイタのプログラムは、タイラ・マサゴリンのエキシビションで披露されたもので、その美しさにはハブさんの心情が込められています。震災後の仙台で見た満点の星は、彼にとって希望の象徴であり、それがショーのテーマとなっています。アイスダンスとアートの融合により、観客はハブさんの心の奥深さに触れることでしょう。昨年の成功を受けて、 今年もさらなる進化を遂げたショーに期待が膨らみます。特に大地マーさんとのコラボレーションは、新しい感動の予感を呼び起こします。映画館で迫力の映像と感動の音楽が融合することで、観客はまるで現地にいるかのような臨場感を味わえるでしょう。アイスショーの舞台裏、羽生譲るの魅力を包み込む3日間。アイスショーとは、表情での美しさだけでなく、その舞台裏にも物語があります。 ハニューゆずるのも例外ではありません。今年のハニューユズルノットステレイトでは彼がどのような思いでショーを構築しているのかその魅力を探求してみましょう。震災から13年が経過した宮城での開催にはハブさんの地元への思いが色濃く込められています。ショーのテーマである希望は彼が震災で見た星空から得たものでありその感動を共有しようという思いが込められています。ショーの合間には 地元の美味しい食べ物や観光地を紹介するコーナーがあり、観客はアイススケートの感動だけでなく、地元の魅力にも触れることができるでしょう。また、ライブビューイングが台湾や香港でも開催されることで、アジアのファンも同じ感動を共有できることが期待されます。ハブさんの賞は、単なるエンターテインメントにとどまらず、被災地への支援や地域振興にも寄与しています。その一環として、 昨年の佐賀公演では4億円以上の経済効果があったと言われ、地元仙台でも同様の効果が期待されています。今年の賞には、ハビエル・フェルナンデスさんも参加し、大地マーさんとのコラボレーションも楽しみなポイントです。ハブさんのアイス賞は、表情だけでなく、その舞台裏にも新たな発見があることでしょう。彼の独自のスタイルと感動のストーリーテリングが、観客を引き込むこと間違いなしです。ハニュー アイスショーの感動を映画館で共有しよう。アイススケートの魔法と羽生譲るの芸術が映画館で新たな舞台に広がります。3月8日から10日までの3日間、羽生譲る、ノットステレータを映画館で見ることができます。ライブビューイングが台湾や香港でも開催され、グローバルなファンと共に感動を分かち合う瞬間となるでしょう。羽生譲るは単なるスケーターではなく、アーティストとしての一面も持っています。彼のショーは、 アイススケートの美しさだけでなく、その背後にあるストーリーや思いが深く絡み合ったものです。昨年の成功を受けて、今年もさらなる進化が期待される中、映画館でのライブビューイングは、その感動をより広く多くの人々と共有する素晴らしい機会となります。また、羽生譲弦の地元である宮城での開催は、震災からの復興を象徴するものとしても捉えられています。ショーが、希望をテーマに掲げ、 地元の魅力も紹介する中で、観客はアイススケートの感動だけでなく、被災地への思いや地域振興への協力意識に触れることでしょう。羽生譲弦のアイスショーは、表情の美しさだけでなく、その舞台裏に広がるストーリーや思いが、映画館でより深く共有されることでしょう。どうぞ、映画館でのライブビューイングを通じて、新たな感動と出会いを楽しんでください。 彼の魅力に触れることで、アイススケートの奥深さに再び感動することでしょう。アイススケートの舞台裏には、選手たちの努力や情熱が詰まっています。羽生譲るのアイスショーもその一環であり、映画館を通じてその感動を共有できることはファンにとって喜ばしいことです。彼のショーには新たなストーリーや感動が待っていることでしょう。羽生譲る、アイスショーの舞台裏に迫る、感動の瞬間と思い出。 ハニューゆずのアイスショー、ハニューゆずノットステレイトの舞台裏には、選手としての努力だけでなく、彼の深い思いが詰まっています。映画館でのライブビューイングを通じて、その感動的な瞬間と思い出を共有しましょう。ショーの合間には、地元仙台の美味しい食べ物や観光地を紹介するコーナーがあります。これは、ハブさんがアイススケートだけでなく、地元への思いにも焦点を当てている証拠です。 観客はアイスショーを通じて、被災地の魅力や復興の歩みに触れることができます。特に注目すべきは、大地マーさんとのコラボレーションです。二人の異なるジャンルから生まれる新しいアートは、観客にとっても予測不可能で新鮮な感動をもたらすことでしょう。舞台裏での彼らの練習や試行錯誤が、ショーの魅力の一端を構成しています。映画館でのライブビューイングは、 その臨場感あふれる瞬間を最大限に楽しむ手段となります。ハブさんの滑りから生まれる美しいシーンや音楽との調和が映画館の大画面とサウンドシステムで一層際立つことでしょう。また、ライブビューイングが台湾や香港でも開催されることでアジア全体のファンも一体感を共有できるでしょう。これはハブさんのファンダムが国境を越え共感と感動が広がる証でもあります。ファンの声。 ハニューゆずのアイスショーへの期待と感謝。ファンからは、アイスショーへの期待と感謝の声が寄せられています。ハブくんのアイスショーは、現地のチケットが取れなくても、映画館でのライブビューがあるのが定番みたいになってますが、これってすごく恵まれたことだと思います。毎回、びっくりするようなことを仕掛けてくるハブくんの公演からは目が離せません。彼のような稀有なスケーターをリアルタイムで応援できる幸せを噛みしめたいと思います。 土曜日にチケット取れました。とりあえず、金曜日は仕事なので土曜日の朝から現地に向かうつもり。日曜日はできれば仙台でライブビュー見たい。羽生結弦のアイスショーは、単なるエンターテインメントを超え、観客に感動や希望を届ける場となっています。彼の独自の表現力と努力は、表情だけでなく映画館でも、新たな感動と思い出を紡いでいくことでしょう。アイスショーが送る感動と希望の物語。 羽生結弦るのアイスショー、羽生結弦、る、ノット・ステレイトは、単なる表情のパフォーマンスだけでなく、感動と希望の物語を紡ぐ場として注目されています。映画館でのライブビューイングを通じて、その素晴らしい瞬間を多くの人々と共有できることは、ファンにとって特別な機会です。彼の地元である宮城での開催は、被災地への思いや地域振興にも寄与しており、 アイススケートの力が社会にもポジティブな影響を与えています。また、アジア各地でのライブビューイングは、グローバルなファンとのつながりを深め、アイススケートの魅力を世界中に広めています。映画館でのライブビューイングが、観客に臨場感あふれる体験を提供し、羽生譲るのアートがさらに広がっていくことでしょう。感動と希望が交差する3日間、表情の魔法に包まれて、新しい物語が生まれることを期待しています。